チュー。みなさんこんにちは、畑さんちのチピと息子ちゃんとひひゆくずいみーし。なにそれ。え、粗品旦那ちゃんです。本日は2024年9月14日土曜日、J1 リーグ第30節 FC 東京対名古屋グランパスアウェイ国立戦です。はい、 FC 東京のホーム戦は私は初めて。国立は行ったことあるけど、ラジスタはないな。うん、ラジスタの方が良かったですか。ちょっと行ってみたかった。飛び立ってみました。そんな FC 東京は現在順位が10位、ちなみにグランパスは12位、勝ち点が1です。非常に拮抗してるし、あの順位の対決と、ということですね。そうだね。国立でやるときって結構お客さん入るんでね、たくさん来るでしょう。ただこんな順位同士の試合誰も見に来んの。そしな、ひどいわ。でそんな東京の注目選手、はい、中川選手ですね。ほう、マリノスイメージも強い。そう、あの広島戦負けた後の涙は忘れられないですね。熱い男やね。FC東京も多分非常に苦しいシーズンを送ってますので。あとはチピさんが中川といえばマリノスのイメージ、ちょっとトリコロールの白抜け切ったとこ見たいんじゃない。そうね、青赤になったとこ見たいんじゃない。そうね。ってことで、はい、じゃあそんな熱い男つながりで私は長友さんで。いるの。あ、わかんない、いないのかな。いなかった、代表呼ばれてたけど。そっか、いなかったら見えると。まあ、代表もね、かなりの対象だったということで、中国バーレーン爆笑しておりました。そうね。じゃあ続いて名古屋は徳本選手。あ、出れない、出れないよ、レンタルでしょ。じゃあ内田選手。おう、クルス。はい、クルスですね。こう長いではないんだ、出場停止だよね。なんかうっち最近カードもらいがちやからいいんじゃねえかって思っちゃうんだけど。いや、ちょっとうっちさん、めちゃくちゃいい選手なんだけど、今シーズンちょっとウッチーに物申したいところがありまして、あのカード多い。いや、すごいいい選手だと思って、俺はもう高く評価してるんだけど、去年からずっと、内田選手はね、すごいポリバレントな選手でね、どこでもこなせるっていうすごいいい選手なんですよね。ただちょっとカードが多いの。カード的には出れる。出ます。あ、出れる、よかった。一応予想スタメンで。あ、ほんと予想フォーメーション。はい、あなたは山岸さんいませんか。あ、山岸さんいないんですよ。いつも山岸さんいないですか。そうなんですよ、ユンカで。あー、はい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 、ホームのね、トヨスタでね、あ、お若い相手にハットトリックを決めた男ですよ。はい。まあ、それは注目だわな。FC 東京側からしても注目やろ。そうね、トヨスタでね、一人にやられそう。はい、というわけで東京に向かってゴー。なんじゃそれ。ベビーの恋の、あ、ちゅうね、あ、ちゅうね、眠たいしね。あれ起こされちゃったもんね。よし、熱い、着いた。早いけど、普段にうまい。スタバに行ってきました。国立からこんな近いの。子供の遊び場が。スカちゃんも遊びます。楽しいね。バ。
出てます。で、ユンカ、ユンカいる。だから変わり映えないんだよ。長友もいるんだって。東京の方ね、うん、東京は長友ベンチ、あと中川スタート、うん、はい、以上。かっこいい。
途中で抜けてもう試合も終わって首都高入りましたけど、試合途中で抜けていいんですか？ユニフォームの真ん中に俺らネバーギブアップフォアゾーウィンって書いてありますか？諦めていいんですか？君がブチ切れて出てったんでしょ。いや私はやっぱりネバーギブアップフォアゾーウィンの精神で最後まで戦おうって決めました。3点目取られた時もう帰ろうかと思いましたよ。うん、それでもやっぱ胸にネバーギブアップフォーザウィンって書いてある。こいつらは勝つために戦うんだと、うん、残りましたよ。何ですかその後のプレーは。ディフェンスにあの何前線でボール失いました。ちんたらちんたら走ってプレスバック。ああいうシーン見るとね、あ選手も諦めたんだって思っちゃいましたね。選手諦めるならもう帰ろうかなってことですよ。なるほどね。すごいよゴール裏の人は。怒ってもいいと思う今日はゴール裏の人たちはね、うん、いやだってさ、まあ、ゴール裏の人たちも含めてサポーターのみんなで作ったエンブレムでしょ、うん、でステートグランパスのステートメントだっけ、うん、それをさ選手にあんな風にプレーで見せられたらさ怒るでしょサポーターは。そうね、まあ俺らは何も言えないけど、うん、サポーターはもうネバーギブアップオーザウィンを体現してんだから諦めてなかったよサポーター。ちゃんとずっと歌ってたよ。そうだ、ね、3点目取られた時も4点目取られた時もよ。そういうことです。はいはいはい。あなたは試合に関してはもうええってってなった。相手がゴール決めて、そうボコボコにやられるの見てもゴールのあんな姿見たくないもんな、うん、サポーターとしてはな。だからもう4点目のあのゴールも映してないもん。動画のこと考えずにもうえてってなったから。サポーターの勝ちたいっていう気持ちって絶対選手は分かんないからな、うん、まあそれはしょうがないんだけど、特にこうアウェーまで来て圧倒的 FC 東京ホームの中、うん、ポツンとグランパスを応援してる、そういう環境って選手はないわけ。まあね、そうすごい卑屈な思いなわけ。周りはうわーうわーってなるわけ点入ると。そうね、こっちはもうなんだよって気持ちなのに周りがすごい喜ぶ、うん、もう自分以外周り全員敵みたいなね。うん、まあうん、そんな中自分たちの選手は果敢に戦ってくれてるのかと思いきや、ああいうプレーを見せられるとたまらんよね。ホームで不甲斐ない試合したらしたでそれもちょっとたまらんけど、やっぱアウェーまで来てそういう思いするってのもまたね、うん、来るものがあるというか。そうね、アウェーを楽しむためには強いチームになるしかないかもしれません。中川が強かったんです。そうです、FC 東京の中川選手が良かったですね。まあ、もっと言えば中川選手にやられました。うん、1点目も1点目もそうやし、2点目もか、うん、3点目は4点目は本人か。4点目もそうですね。
3点目は違うか。まあでもね特に前半はすごいやられてたね、うん、今日あのダゾーン観戦してる FC 東京サポのいとこからも来てた。あ、本当に中川のランパスの守備あれでいいのってずっと言われてた。よくないんだよ、よくないからこんなにやられてんだよ。チンチンにされてますけどって煽られたもん。その通りだよ。だからまあ俺の注目選手にあげた中川選手は間違いだよ。そうね、いい選手だね、いい選手だね。はい、Gはまあ PK が独特のステップで入れたねっていうぐらいだったわ。うん、ちょっと期待したんだけどね、ランゲラックに。うん、あの水曜日ね、広島と PK 戦で勝ってきてるから、 その勢いのままに、うん、ランゲラックまたやってくれんじゃねえかなってちょっと思ったけど、真逆だったもんな。まあ、PK っていうのは、まあ、そもそもキッカーが有利なものではあるし、うん、あとはね、息子ちゃんの席500円めっちゃいい。そうね、うん、名古屋にも欲しい500円。ないって、まあ、ないよね。ない、あ、ないっていうか3席で合わせて子供と見れるよっていうチケットがなんか前発売されてた気がするけど。なるほどね、まあ、確かにいいですね。息子ちゃんもそれなりにいつもよりおとなしく見てくれました。ね、自分の席に座って楽しそうにしてたからさ、ワンコインっていいね、すごいと思う。価格設定ワンコインって手入ってたんですよ。うん、だって5万5千。え、すごい微妙な住民同士の対決だけど。え、だってさ、東京ナイトっていうイベントを花火とドローンがやるよっていうのの最終日だったわけじゃん。あとあれじゃない、イコールラブの、イコールラブがすごいんですか知らんけど、だってグラサポにもいたじゃん、イコールラブの。はい、名古屋にもワンコインのキッズ席を作ってください。諦めないプレーを見せてください。